チマヒは、インドネシアのジャワ島の西ジャワ州の都市、バンドン都市圏の西にある。繊維産業が盛んで、多くの軍事訓練施設がある。シュテウレウプから望むタンクバンペラフサントブランラニ山。チマヒは、首都ジャカルタの180キロメートル南東に位置し、バンドンと西バンドン県に挟まれる。チマヒは3つの区からなり、その下に15の村がある。 最低標高は685メートルのシタルム川で、最高標高は1040メートルのタンクバンペラフ、サント・ブランラン山の斜面である。チマヒ川は、チマヒを通り、宿田と子孫徳の二つの泉がある。市を流れるチマヒ川からチマヒという名がついた。チマヒは、スンダ語で、十分な水を意味する。住民は、チマヒ川から水を得ている。1811年。 チマヒの重要性は高まった。オランダ領東インド政府総督のヘルマン・ウィレム・ダンデルスが大横断道路を建設したのだ。検問所がチマヒ広場に作られた。1874年から1893年、チマヒ駅とバンドンとシアンジュルを結ぶ鉄道が作られた。1886年、軍事訓練施設が建てられ始めた。1935年、チマヒは地区になる。 1975年、チマヒは、西ジャワ州で、初めてに、行政市になる。2001年、チマヒは市になる。チマヒの観光地には、アラム・ウィッサータ・タチー・マヒやアパンジがレクレーションスポーツ、ルマ・パジャング、レンバ・バティック、カンプン・アドット・サイレンドがある。主観光局によると、特有の自然や料理、手芸、伝統社会が体験できる。加えて、 ダスティーラ病院やアリベルド墓地、軍事刑務所やスーダーマンビル等歴史的建築物も,もある。ありがとうございます。